こんにちは、カウンセラーの山手美です。今日は昨日その喜んでる姿っていう話をしたんですけど、私の経験談でいくつか話すと、そのまあこの間話したこれ以上幸せになることはないっていう話で、その私がめちゃめちゃ幸せにコーヒーを飲んでいたら、まあやっぱりその幸せな人を見るのはいいよねっていう、その人生最悪な時の男性で、うちの旦那がね、今ねその仕事で迷っててどうのこうのだけど、私は勝手に楽しめることができて、なおかつ相手が気分が悪いことはどうとも思わないという。だって相手の気分の悪さ、私の気分の悪さや私の魅力のなさや私の価値観のなさや私のね力のなさではないんです。それを解消してあげることは彼しかできないし、それは彼の問題なんです。でそれもあって、私やっぱりその自分が前はそのねコーヒーを飲みに行っても彼が気分が悪そうにしてるとすごい気分が悪かったんだけど、今はすごい最高に自分一人で気分よくコーヒーを飲み、彼はどうでもいいというか、まあ、付き合わせることができ、なおかつ彼をちょっと幸せにできることができるっていう話だったんですね。でもう一つあるのが、もう最高に面白かったのが、この間ね友達とご飯を食べに行って、なんかご飯は軽くでいいけどパフェとかなんか甘いもの食べるのが好きなグループだったんです。うわめんどくさみたいな、私甘いものとかあんまり好きじゃないのね。でもまあグループ行動だから、その時はいや私とか言えないじゃないですかしょうがない、いや行きましょうみたいな。でまあそれはそれでそのグループ行動楽しいんですけど、お話とかできるからね、ご飯なんかサンドイッチかなんかすごい軽く食べて、でその後お茶をしましょうと、お茶かマジかでそこに行って、お茶を飲むとこ行って、お菓子とかがいろいろあるんですって。で何がいいみたいな、でもうなんかうわ私甘いものってと思ったんだけど、いやここは心を入れ替えて頑張ろうみたいな、頑張ろうっていうか楽しもうと思ったんですよ。もうやめた、なんかみんなに媚びを売るのはやめたみたいな、じゃないけど、なんかその飲まないとかじゃない、食べないとかじゃないですよ。で何がいいって言っていろいろ言ってる時に、うーんって言って、でこれこのケーキと今日はこのケーキとこのケーキとこのケーキがありますって言われたのね。その時にあーモンブランって言ったら、モンブラン1個しかなかったんですけど、まあ私がモンブランをゲットしました。とりあえずモンブランで、お茶みんなね紅茶とかコーヒーとかカプチーノとかイタリア人だから飲むんですよ、エスプレッソとか飲むんですけど、そこで私が何が頼んだか、それでみんな爆笑でした。私、モンブランウイスキーなんかもう真っ昼間からウイスキー飲んでる人いないからっていう話で、しかも今さこういうさなんかアルコール度数の高いお酒とかってみんな飲まないじゃないですか、ワインとかの流行りなのにウイスキーって言って、でなんかいろんな種類があったのね、そのウイスキーは、ね、よくわかんないが一番いいのこの一番いいのっていうか、それするとすごい嫌味なんだけど、この、モンブランにあったウイスキーで一番いいウイスキー、そのモンブランにモンブランに合う一番いいのを持ってきてって言ったの。一番いいのっていうか、そのモンブランに一番合うのって言ったのか、一番いいのじゃなくてモンブランにミリオレで合うやつ持ってきてって言ったら、みんなすごい笑い始めて、なんか私すごいちっちゃいんですよ、背がちっちゃくて、なんかいつもかわいいかわいいみたいな感じで、その年が上でもちっちゃい人ってね可愛がられるんですよ、背がちっちゃいやつ人って。昔はすごい嫌だったんですけど、それがまあいいや。でなのにいきなり小学生がウイスキーって言ったみたいで、でしかもそのバールのお兄さんとなんか何がいいんだって言われた時に、一番これに合うの勝手に選んできてみたいなすごい横柄だったみたいな、横柄じゃないんだけどね。でウイスキー昼間から飲んでて、めちゃめちゃ美味しかった。モンブランとウイスキーってめっちゃ合うよ。でウイスキーっていう、なんかね飲み物自体がちょっと得体の知れない味なんだけど、私にとっては甘くもないし酸っぱくもないし、なんていうのあれっていう、なんかでも香りはすごく良くて、でもすごい美味しいのよ。ウイスキーめっちゃ美味しい。ウイスキーとモンブランめっちゃおすすめ、本当にラドレーとかに出してほしくない。でまあとりあえずウイスキーで、でウイスキー飲んでて、他の人に飲むって言ったら、なんか誰も飲まないって言ってて、でもそれは何のウイスキーなんだって言ったら、知らないみたいな、聞きもしなかったの。なんかねウイスキーだけは山とあるか、会社じゃなくてバーだったんでね、そこは。で
で知らないって言ったら、え、わかんないって言ったら、そのお兄さんが聞いてて、そのバーマンが聞いてて、あ、これはね、オーバンっていうウイスキーで、なんか海の見えるあの蒸留所にあって、みたいな。へえみたいな。へえオーバン。ふーんみたいな。なんかオーバンの12年物でどうのこうのって言われて、あ、そうなんだって言って、なんかみんな、私以外のみんなはめちゃめちゃ、なんか興味津々みたいな。私がそういうわがままをしたことで、みんなはすごい喜んでたっていう。それでなんか私がハーって飲んで、え、でもめちゃめちゃこの組み合わせすごい良かったって言って、でオーバンと何って言ったら、なんかそのバーマンの人がとうとうと、いや、これはもうめちゃめちゃいいウイスキーで、でなおかつあのもう何、あの僕は友達がオーバンこのこの地域に行ったら絶対買ってきてもらうんだけど、実際はそのイタリアでネットとかで買うよりは絶対安いんだって、全然高いことも多いんだけど、ネットで買った方が全然安いんだけど、もう直接買ってきて飲むウイスキーってめちゃめちゃ美味しくてとかって言って、なんかウイスキー談義みたいなのが始まっちゃって、うわすごいなこの人みたいな。でその人多分すごいウイスキーを好きだったんだよね。で私はそういうの知らなかったんだけど、なんかあの、まあ、今日はもうブレイクオーみたいななんか紅茶なんて甘いもの飲んでられねえとか思って、よくウイスキーにしたらすごいその人のなんか文化っていうか、でなんか、ま、春木村上さんがさ、ウイスキーのさ、あのについての短編みたいな小説みたいなのを書いてて、小説っていうか何、あのエッセイか、まあ、素晴らしいエッセイを書いてて、写真とかもついてて、でアイラアイランドっていう、アイラっていうあの、まあ、スコッチウイスキーのあるスコッチのかな、スコッチです、まあ、いやそこら辺の、島のねお話で、まあ、それに近い場所だったんだよね、やっぱ見てみたら。でそのわがままいっぱいね、私がそのウイスキーを飲んでモンブランを独り占めしてやったことによってめちゃめちゃ株が当たったっていう、そのもうすごいね、なんかね、みんなに愛される人間になったっていう話なんですよそれありえないと思うじゃない。でもね、あのまあその後みんなそのウイスキーのちょっと話をしたりとかしていたんだけど、結局その自分が欲しいと思ったものとかやりたいと思ったことは誰かを喜ばせることができるっていう、すごい不思議な話なんだけど、だからそのバーマンの人が、私すごいそんなにウイスキーが好きだとは知らなかった。でも今日なんか、あ、もうこれだった、もうこれウイスキーでも飲んどこうと思ったところが、もうそのバーマンの人もすごい喜んでくれて、めちゃめちゃその会が盛り上がったって、いつもよりね。だからそれは何なんだって言われると困るんだけどえ、何なんだっけみたいなだから自分が喜んでる姿とか自分が喜ばせることは何かっていうことをちゃんと分かっとかないと、うん、なんかそれって傍若無人で、それはエミツさんだからわがままにやれるんじゃないかみたいなのはどうなの、それそうじゃないと思うんだよね。そうじゃないっていう、別にみんながあのモブランと一緒にウイスキー飲んでくれっていう話ではないんですよ。だけど自分が欲しいものを欲しい時にやれるかみたいなところはすごく重要で、それを楽しむことができるのかっていうことを、うん、すごい小さいことでもやった方がいいんじゃないかな。なんかそれですごいね、目覚めたんだよ。なるほどな。なんか今までは、うん、なんかみんなと忙しく私もコーヒーでいいですとか言ってやってたんだなみたいな。いや、さすがにウイスキーは飲まなかった昼間でもなんかもう嫌になっちゃったんだよね、そうやって人に合わせていくのが。でも私もやってるんだなってそこで思ったの。で、やっぱウイスキーってなんかね、あと値段も多分ちょっと高いんだかもしれない。そういうのもあったのかも。値段も高いしのかも。でも、いや、自分で払うしと思って。なんか人と一緒にいて値段の高いもの頼んじゃうと割り勘とかするとき悪いなとかさ、そういうの思っちゃうじゃん、やっぱり。で今回はね、思わなくて。もういいやと思って、そんなの。うん。って思ったら、めちゃめちゃ楽しかったし、すごい喜んでもらえた。他の人にも。バーの人にもすごい そのウイスキーのことでめちゃめちゃ盛り上がったの、会が。ですだから、あの自分がやりたいこととかしたいことって、そのすごい今くだらない話なんだけど、あの他の人の夢とか喜びを増やすことができるっていうふうに思っております、はい、
ということで、今日もご視聴ありがとうございました。